中2試合撮り鉄をめぐる社会問題解決バトル、ニュースにもなった離婚炎上を果た試合で決着。この試合は1分30秒2ラウンド延長あり、肘膝なしキックボクシングルールで行われます。青コーナー、バラエティチャンネル代表選手、山ちゃん。赤コーナー、撮り鉄軍団代表選手、ムシムシ。この時間に来てですね、YouTube の視聴者数、そしてチャット数も一気に伸びてきました。コメントでは山ちゃん頑張ってというこのチャット、今かなりバズっております。さあ、この戦いどんな試合見せるのか、バラエティチャンネル代表選手山ちゃん、撮り鉄軍団代表選手ムシムシ、それではいよいよ試合を始めていきます。ラウンド1。さあ、今チャット数も1070を超えてきました。さあ、いいね、今チャット数ローキック、ミドル1キック、ミドルキックを連続。これやっぱ、いや、取り鉄やばいな、これ。取り鉄軍団ムシムシは格闘技研究に入りたいのか。いや、これ、いや、これオタクなんだろうな。オタクがやはり戦い慣れていないというような。慣れてないね。まずはムシムシ選手としてはきっちりガードを固めていきたい、撮り鉄軍団代表です。いろいろその写真を撮る目のマナーなどから社会的なこの話題になることもあります。いや、これは嬉しい。バラエティチャンネル代表は今ちゃん、なかなかこう格闘技では見ないこの構えにあります。いや、これね、これがサウスポーかもわからないね。ほぼ足が揃っているんですよね。まさにムシムシだよね。通常パンチを打つときは右左どちらかの足が前に出ていくはずですが、ほぼ前のこり足が揃っている。ラスト15秒、ラスト15秒。山ちゃん、しかしそれではまだ大きくいいヒットはないぞ。第1ラウンド終了。いやー、これよく出てきたよ、ムシムシは。これはいや、このでも時間に来て、チャット数は1800を超えました。取り鉄の意地だね。あー、取り鉄の意地、よっぽどムカついたんだと思う。いや、でも取り鉄軍団から出ているムシムシ選手、なかなかこうジーンズでリングに上がるっていう選手ですけどね。そうそう、大仁田敦を彷彿させたけど、全然もう実力的にはやばかったですね。あ、まだセコンドも同じ取り鉄軍団。そうですね、取り鉄軍団です。いや、電車を取るためならどこへでも。残り15秒。今日本国内あそこあちこち飛び回っている取り鉄軍団ですが、このリングでまだ結果を出せておりません。セコンダー。さあ、いよいよ最終ラウンドにもつれとなります。ちゃんと顔面ガードしてムシムシは。そうそう、ラウンド2。顔面ガードしてね、ちゃんと。もうムシムシはこれ喧嘩物をしたことないと思う。これ下手すれば同盟の可能性もあるね。いろんな個人情報が遅くて、しかし今ローキック打ちましたよ。はい、いい右のローキック。今のちゃんがなかなか強かったな。うわ、微妙なこの小刻みのステップ、そしてこの前蹴り、そしてライドミドルコート蹴りを返していく。30秒経過、入ったか。うわー、狙いすまして右のカウンターが強いんだよ。ほら、倒れない、倒れないぞ。前出てきて、後ろしか倒れない。しかもさ、何これ、両手パンチだよ、これ両手パンチ。ほら、もう両手でパンチだ。初めて見るな、両手パンチ。いや、でも引かないよ、引かないよ。ああ、コーナーに追い詰められてるってことはありません。
滑り出し30秒頑張れムシ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 いけ頑張れムシムシの応援も多くなってきたか両手パッチしろムシムシが耐えている両手パッチドリテス軍団の維持だラスト12秒頑張れ頑張れドリテス8、7ムシムシがまだ前にいるぞ怒りをぶつけるかムシムシいったいったいった試合終了判定に入りました出てきたよよく出てきた判定に入りますジャッジ勝者バラエティチャンネル代表山ちゃんバラエティチャンネル代表山ちゃんの勝利インタビューですさあいかがだったでしょうかめちゃくちゃ疲れたのとムシムシ君受けてくれて本当にありがとうございましたあとみんなも応援してくれて出てよかったなと思うんですけどもう出たくないですねはい、この試合に向けて練習はなさったんでしょうか筋トレとかします筋トレ、はい、で実戦はなかなか初めてだったんでしょうか実戦は1週間前ぐらい2日間だけジムに行きましたジムにでもちょっとそうですねこの流れだったらでもね覚えてます彼スーパークレイジングに去年ローリングソバット食らってボコボコに殴られた彼ですよそうですか。そうそう。いや実践経験はあるのよ。やられなきゃいけないの。スーパークレイジー戦の被害者。そうそうそう。それで話し合いに来たと。あ、そうです。そしたらトリデスがあるだったということで。いやじゃあここで4パンチの虫虫君にも聞いてみましょう。ぜひちょっと前の方にコメントでもですね、YouTube の皆さん、虫虫君頑張れとコメントもたくさん来ていたようですけども、皆さんに一言お願いします。まあほとんど対策を友達とちょっと対策してたくらいでほとんどあんまり対策してなかったです対策というのはちなみに筋トレしたりとか筋トレほとんどしてなくてどうですか筋トレ成果出ましたかいや全くほとんどしてないので出ませんでしたやはりあまりこう結果とかはしてこなかったトリデスはほとんど和製とかでの戦いで、はい、あとその撮影場所での持久力とかが試されたり腕の力とかが試されるので腕の力なので殴るとか蹴る系はあんまり得意としてない方が多いのででも両手パンチなんか名物になりそうな感じがしましたそしてですね、アナウンス席からズバリ古賀さん童貞ですかと聞こえてまあ、ズバリどうでしょうか童貞でした童貞でしたほら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 いくつなのいくつなの19です19分かる40歳これで出てきたよねもうサウスポーもオスノックもどっちかも分からなかったもんパンチは両手なしさ本当素晴らしいよいやかなりですね本当に話し合いらしくて盛り上がりました皆さん大きな拍手をお願いします勝者、バラエティチャンネル山ちゃんでしたおめでとうございますいやー、小川さん、ムシムシ選手がこのリングに上がってくれたことに感謝したいですねいや素晴らしい勇気だと思いますよ、はい、はい、これだけのね、ギャラリーがいてるし、YouTube でも配信されるんですその中で格闘技経験のない撮り鉄、そのオタクがここのリングに上がってくれたということだけでも本当にすごい